クローズビルド。こんにちは、アゾンジャーです。今日は劇場版の仮面ライダービルドに登場するクローズビルドを作ります。ちなみにこれネタバレじゃないかという意見もあると思うんですけど、もうテレビの方ですね、映画の CM とかでも出てきちゃってるので、まあ、多分セーフだと思います。とりあえず必要なのはこの2つですね。クローズはですね、大騒動の方を残しておきたいので、グレートクローズの方を使います。とりあえず半分ずつ合わせてみますね。あ、これ、あ、分かった、これ、このシールのやつ、こうやって、これは使わないですね。カリンコリンで、片方は使わないですね。で、足がこの、おお、まずですね、ラビットの背中にですね、クローズのこの部分をつけてもですね、なんかちょっと、まあ、ちょっとここ位置がちょっとおかしくなるのと、そもそもすぐ外れちゃいますね。で、エグゼードの時の騒動のこの腰のマントですね、これをここにつけると、こっちがいいんですけど、こっちがちょっとこれがあるとちょっと閉じられないんで、こうするしかないですね。とりあえずここがすぐ取れますけど、今こんな感じです。これにですね、ちょっと色が違うとこを塗っていきますね。とりあえず顔はクローズの方が良さそうですね。あと肩アーマーはですね、これエボルトについてたやつ、エボルトの方ですね、これのシールをこっちに貼って、これ剥がせば青になるので、ちょっとこれでやりますね。いきなりですけど、できました。まずシールを剥がしたやつと、ここと、ここシルバーですね。でここは青で塗ってます。で、ラビット側はガンダムゴールド、この辺ですね。あとここを塗りました。で、一応シルバーを下地にして赤ですね、いつものやつ、こことかここ塗ったんですけど、まあ、よく考えたらですね、ラビットタンクもまあここのパーツ使えばよかったですけどね、ちょっと気づくの遅かったです。あとはですね、顔とかクローズのとことかコートのとことかですね、足りないとこはもうちょっともうこれを拡大コピーするしかないですね。というわけで、コンビで 183% で拡大コピーしてきました。大体同じぐらいになりました。貼りました。ちょっとですね、顔とかコートの部分は長さはまあいいんですけど、肩ですね、これはだいぶちっちゃかったですね。で、ここの部分はですね、これを塗装してもいいですけど、まあこれを一から塗装したらかなり時間かかりそうなんで、もうちょっと今回はこれにしておきます。というわけで、クローズビルドのハリボテの完成です。ちなみに残った方はこんな感じになってます。まあ、これもですね、この辺金にしたりとかしても良さそうですね。あとはこのラビットタンクスパークリングのリデコっぽいやつ、これがどういう音声になるかですよね。まあ、まず名前も、まあ、ラビットドラゴンスパークリング、まあ、特にスパークリングはしてない感じでしょうかね。ラビットドラゴンフルボトル、名前もどうなんでしょうね。で、あとこれもやっぱりプレ版になってしまうのか、いろいろ気になりますね。というわけで、クローズビルドのハリボテを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。